皆さんこんにちは、こんばんは。山陽山町の浜田です。皆さんこんにちは、こんばんは、山陽山町の大野です。なんで3つ目あったよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はずらーっと靴が並んでおりますが、何やらたくさん並んでおりますな。はい、山陽山町のストレートチップ、それ全部ストレートチップ、まあバクッと言うと全てストレートチップのデザインですね。実はこんなにたくさんあるんですよっていうのを、簡単にご紹介をさせていただきながら、まあ特徴として木型の違いがあるので、その違いを、ご紹介させていただきたいなと思っております。はい、では早速、まあ、山陽山町といえば、大定番の友次郎というストレートチップがあるんですけども、大きく3つストレートチップで今木型、展開がございまして、1つが友次郎というラウンド2ですね。これは匠友次郎を持ってますけどね分かりやすく分かりづらいこと言うな、はい、ラウンド2のタイプが2010のタイプが友次郎、になります。でもう一つ、これも2010年からか、そうですね、はいはい、やっている木型で、こちらです。友之助、友之助、助ですね。シャープなスクエアというが、まあ、山陽山町の中とで定番の木型の2つですね。2010のローと309のスケ。でこちらもスクエア2なんですけども、 R3010 という、まあ、セミスクエア2ですね。3010、はい、2010と309を足して2で割ったような形、いいとこ取りしてるっていう木型でしたっけ。いいとこ取り忘れちゃってんじゃん。いいとこ取りしてんのかなまあ要は融合した木型ってことですよね。はい、ともやという3モデル、本当にベーシックなストレートチップがありますんで、まずちょっとその3モデルを、並べてみましょうか。はい、こういくのがいいのかな。じゃあまずその3足の違いを。木型です。以上終わっちゃったで、まあ、特徴でいくと、まあ、先ほど申し上げたように、ラウンド2の友次郎2010、シャープなスクエア2の友之助309、まあ、比べてこれ同じサイズなんですけども、309の方が少しノーズが長いですかね。ちょっと長いですね、うん、このバランスですね。シャープなバランスになっていて、少しステスも長いようなのが309のスクエア2の方になります。で309のが2010より足入れも少しタイトですかね。そうですね、幅もちょっと細身になりまして、あとまあ甲周りもですねちょっと低めな、うん、設計になってますので、ちょっと甲も低いですね。あ、じゃあ同じサイズで選ばない方がいい、はい、足によるっていうのが、そうですね、なのでまあ概ね同じサイズで履いていただけるんですけども、309のが2010に比べて少しきつく感じる方もいらっしゃるのかなっていう、バランスになってます。じゃあいずれにしても一度試着はした方がいいってことですね。もうそれは間違いない、はいはい、っていうのが、2010の友次郎と309の友之助の大きな差ですね。で、もう一つ先ほどご紹介させていただいた、いいとこ取りっておっしゃってたんですけども、友也に関しては2010と309を足して2で割ったような、モデルになってまして、かかと周りの設計は2010に近く、ノーズ全体のバランスも2010に近いんですけども、キャップですね、このラウンド2のところがスクエアになっているのが309に近いっていうような、ところで、2010と309のバランスを足して2で割ったのが3010なんですけど、革靴の難しいところで、設計的にはノーズ頭のバランスと、全体を少し調整しただけなんですけども、3010が一番足入れ的には優しいですかね。そうですね、こうもいくらか、まあ、2010より若干楽かなという、うん、特徴ありますかね。そうですね、で、まあ、足が入った時の足が収まる場所によって若干こうサイズ感でやっぱ違いが出てくるので、まあ、その辺もやっぱり履き比べていただいて、実は、まあ、タイトだって聞いてて自分の足はそんなに細くないからって思ってる人も、実は309に足が合うっていうケースもありますし、
華奢な足だから309の方がいいのかなって思ってる人も実は2010に足が合うっていうようなこともあるので、やっぱこの辺はぜひね履いていただいて履き比べしていただくのが一番なのかなというところで、大定番のグッドイヤーウェルトのストレートチップの3期型、2010の友次郎、3010の友や、309の友之助を、まずご紹介させていただきました。でこの中で、2010なんかは特にそうなんですけど、若干のデザイン違い、が、いくつかございますので、それをご紹介させていただこうかなと思っております。はい、はい、じゃあまずは2010から、はい、ご紹介させていただこうと思います。お願いします。一番手前から、山陽山町の大定番の友次郎、はい、一番オーソドックスなデザインなのかなと、木型のバランスも含めて。で友次郎にはソールがレザーのタイプのものと、同じ黒でラバーソールを使用したタイプのものもご用意があります。で色違いのラバーソールのタイプで、ハンドフィニッシュで、まあ、あの山陽山町だとコーヒーっていう色味で、呼んでるんですけども、職人さんが靴が出来上がった後に、もう少し薄い色の革からこう色を入れて染色して仕上げているので、少しこうムラ感のあるような、素材感なんですけども、コーヒーの友次郎も、ご用意があります。で匠友次郎、皆さんご存知匠友次郎めっちゃ言うじゃんでさらにクオリティの高い極み友次郎、皆さんご存知、はい、皆さんご存知友次郎でも、ここにラバーソールの友次郎もいるので4種類、あと F ウィズもいるんですよね。F ウィズもいますね。友次郎だけでじゃあたくさんいるね。1、2、3、4、5、6人の、はい、友次郎がご用意ございます。で通常山陽山町の靴はウィズはシングル E ぐらいですかね。そうですね、シングル E が、ね、うん、中心で中心になってきますよ ね, すね。なので自分の足の寸法を知っていて、まあ、3E とかF ウィズに近いっていうことでしたら、実寸に対して少しハーフサイズ上のサイズをお選びいただいた方が足の収まりはいいのかなっていうところですかね。で本当に F ウィズを超えるような足の方は、友次郎だけはレザーソールですから F ウィズっていうモデルもご用意があるので、そちらをお選びいただいた方が足にはしっくりくるのかなっていうところで、友次郎いろいろあるんですけども、まずは、4種類ここにご紹介させていただいています。これもストレートチップのデザインの種類に入るかと思うんですけども、いかついですね。匠翔一郎、はい、フレキシブルグッドイヤーウェルト製法、皆さんご存知フレキシブルグッドイヤーウェルト製法を、採用してまして、匠一郎って書くんですね。なのでよりこう技がこもってるんですけども、特徴をぜひ大野さんからご紹介いただこうかなと、うん、こちらはですね、全体的に糸目が見えない、皮と皮のつなぎ目の糸目が見えない、こちらはレベル掃除立てといいまして、レベル掃除立てですね。こちらは、皮の裏の方で縫い合わせてそれを折り返してますので、表にこう糸目が出ないというですね。まあキャップの部分、まあ、バンプの部分、レースステイの部分、こう全て同じレベル掃除立てになってます。で匠になってますので、匠仕様ですので、まあ、かかとに関してもこういうシームレスヒールという形。もともと匠シリーズじゃなかったんですよね。そうですね、通常 のグッドイヤーの、製法で小一郎というモデルがあったんですが、今回匠フレキシブルグッドイヤー製法のシリーズで、出ました。今年の春から。そうですね、今年の春です ね, そうですね、2024年春、はい、はい、昇格でした。匠シリーズが生まれる先駆け的な存在なんですかね。言ってしまえば、まあ、そうですね、本当手が込んでる仕様になってるので、ね、匠の技みたいなところを込めたモデルで小一郎、うん、匠っていう文字を使ったんですけども、まあ、その後に底付けのフレキシブルグッドイヤーウェルト製法ができて、友次郎がそれを一番最初に、使用したので、2019年でしたっけ、頭に匠っていう文字をつけて匠友次郎っていう形になったので、まあ、元、匠の技がこもっている翔一郎は元2024年から、匠5年越しに翔一郎、匠翔一郎、はい、なりまして、なので本当あれですよね、
履き口周りの補強のステッチ、そうですね、ここの部分ですね、うん、それ以外は表にステッチが一つも出ていないというところ で、 このレベル素仕立てもやっぱ薄くちょっとこのつなぎ合わせるところ薄くすかないと重なり合ってるんで段差がすごい大きくなって分厚くなっちゃう、はい、分厚くなるんですけど今度薄くすきすぎるとそこ割れてくるんで割れるすごい割れてくるんで皮の表面が割れてきちゃうんで薄くしちゃうと、なのですごいバランスが難しいまさに匠の技がこもっている、アッパーの縫製なのかなというところで、アッパーは素材何使ってるんですか。こちらはまあ、ドイツの、違いまーす、失礼しました、失礼しました、こちらは、デュプイ社の、シャトーブリアンの皮を使っております。はい、シャトーブリアンの特徴ちょっと柔らかい、ドイツの皮より柔らかいのでレベル素仕立てに向いている、皮なのかなと。やっぱちょっと張りがあって硬いとその折り込みの時にちょっと割れたりするっていうので、じゃあ硬すぎてもそのレベル素には向かないってことなんですか。向かなかったなっていうのがところで素材を今回からシャトーブリアンに変更しておりますっていうところ で、 そうです、ね、はい、はい、匠正一郎、はい、これもストレートチップの部類ですね、はい、なんかこだわりのちょっと違うストレートチップが欲しいよっていう方にはぜひおすすめなのかなというところですね、うんうんうん、はい、じゃあ続きまして、はい、続きましては、こちらも2024年、の春に、はい、出ました、トモサブロ、トモサブロ、トモサブロですね。こちらはまあデザインはストレートチップで、ここの部分ですね、紐のように見えるんですけど、これは実は紐ではない、革で紐風にしてるデザインですね。ダミーって言って大野さん。ダミーですね。ダミーですね。で、この横の部分に、ゴムを入れることによって、まあ本当脱ぎ上げが本当スリッポンですね、スポッとこう履けるデザインなと思いますね。で、まあ、紐靴がですね、ほどいたり、まあ、結んだりするのが本当面倒だっていうお客様は非常に向いてるかと思いますね、こちらのデザインですね、はい、でこちらはまあ、ソールに関しては山椒、まあ、オリジナルラバーソールという形で、こちらも非常にまあ、グリップ性も高いですし、そんなにこう天候を気にせず使えるというのも特徴の一つになっています。新作で出たばっかりですけど結構動いてますよね、なんだかんだありますね。まあ、今大野さんが言ったようにやっぱ紐靴って内バネの、うん、特に内バネの紐靴って、着脱時にしっかり緩めないと脱げないですし、うん、しっかり緩めないと履けないんですね、うん、でやっぱちょっと面倒くさいなっていう方は、でもやっぱフォーマルな場でフォーマルな格好をするときストレートチップがいいよねっていう方が、お求めいただいているのかなっていうところで、まあ、本当ね、靴べらだけで履いていただけますし、うん、でスーツの裾がこうやってかぶってきたらこのエラスティックのところもほとんど見えないんで、パッと見ストレートチップにしか見えない、普通のストレートチップにしか見えないっていうところが、特徴的なのかなっていうので、まあ、サイドエラスティックとかレイジーマンなんて言ったりするんですけど、レイジーマンの意味が怠け者、うん、怠け者です、怠け者っていう意味なので、まあ紐を結んだりするのが面倒くさい人、怠け者に対してのデザインなのかなと、うん、でも気軽に履けるストレートチップってことですよね。はい、まあ、非常に楽ですよね、やっぱりね、うん、やっぱこう家帰って一日疲れたなっていう時に紐緩めて玄関上がるのも、分かる、ちょっと実はあれだなっていう時にこういうのだとスポッと、うん、どうしてもね一回腰掛けないといけないですからね、はい、家の中に入れるので、まあ、日本の要は生活様式にはすごい向いてるデザインなんだろうなというところで、うん、今回新作としてちょっとデザインを変更して、トモサブロアップデートした、2024年春から、登場しております。はい、で次がちょっと番外編に近いんですけども、うん、レインシューズですね。皆さんご存知かもしれないんですけど、皆さんご存知、うん、一番ご存知なのかもしれない、はい、防水トモジロー、はい、出ました、防水トモジロー、まさにトモジローをレイン仕様にしてるんですけども、何が違うって一番は、素材が革じゃない、PVC、まあ、簡単に言うとゴムですね、ゴム、はい、ゴムの素材を使用していて、ステッチなんかもすべて実はこれ転写、ダミー
になってますので、縫い合わせていないのでステッチに見えるところからの雨の侵入もないですし、素材はゴムなどでしっかりと雨を弾きますので、まあ、簡単に言うと完全防水、うん、雨の日専用ともしろというところで防水ともしろですね。で、防水ともしろの一番の特徴は、まあ、ゴムの素材なのでこうやっても履き地はつかないんですね、うん、で、パッと見すごい革靴のクオリティに見えるので、ご試着いただいた方がなんか不思議な感じだなってよくおっしゃるんですけども、あくまでゴムの素材なので履き込んでいっても馴染むことはないです。なので、それも想定して通常の2010の、幅だとかを、まあ、履き込んでいって馴染んだぐらいの、幅だったりっていうような、木型に少し改良して、あ、最初から、はい、レインシューズ用の、R2010。 あ、なるほどなるほど。その辺は、まあ、簡単に言うと2010の友次郎を履かれている方が同じサイズを買ったとしても若干履き心地は違う、そうですね、ところですね。で、サイズ展開も、1センチピッチになってますので、はい、24.5センチ、25.5センチ、26.5センチ、27.5センチの4サイズ展開、はい、になりますので、まあ、迷ったら上のサイズですかね。そうですね、うん、で、まあ、付属で中敷きが1枚ついておりますので、ちょっと大きい場合には中敷きを入れていただくと、それ入れてサイズ調整、ね、フィット感が出せると。これから6月になると梅雨がやってくると思うんですけど、今防水友次郎は6月下旬予定で、店頭と EC に入荷予定でしたっけ。そうです。で、今オンラインサイトの方で絶賛予約販売を開催中となっております。はい、まあ、店頭の方でも、うん、入荷ご連絡、受けたまわってますし、まあ、EC の方だと、予約販売という形になっておりますので、まあ、毎年恒例行事みたいになってるんですけど、梅雨前に完売してしまうっていう、そうなんですよ、非常に今回はちゃんと結構準備してたんですけど、ね、非常に人気のあるモデルになってますんで、ぜひ現物は今店頭にほとんど友次郎の方はないんですけど、サイドワーの方が残ってはいるので、まあ、その辺で素材感とか見ていただいて、あとは EC の方をポチッと押していただければなと思います。はい、よろしくお願いします、はい、が、2010ラウンド2の、ストレートチップですね、はい、あと、まあ、お店に行ったらもしかしたら隠れストレートチップみたいな、隠れメタいる可能性もあるんですけども、大定番として展開しているのが今こちらのモデルになりますので、まあ、ぜひ店頭で見ていただいて、あ、こういうのもあるんだねというのを改めて見ていただければなというところで、ラウンド2のストレートチップのご紹介でした。はい、続きまして、スクエア2の R309 のストレートチップのモデルをご紹介させていただきます。友之助というモデルですね。309を使っているモデルにはすべて助がつくっていうのを後で話そうと思ってたんですけど先に言っちゃいますね、はい、なんかトゲあんだよなそれぐらいしか話すことないんだそれ取られたらさ話すことなくなってくからね、はい、はい、ということで、皆さんご存知友之助なんですけどもまずは、イーウィズの友之助が、黒に関してはレザーソールと、こちらも友次郎と同じくラバーソールのご用意も、ございます。で、お色違いが、イルチアのミュージアムカフを使っている、ダークブラウンの友之助で、こちらはレザーソールのみの展開ですね、うん、で、黒の友之助に関してはレザーソールで F ウィズ、レザーソールで F ウィズも、ご用意ございますっていうのが、グッドイヤーベルトの友之助で、こちらが、皆さんご存知、皆さんご存知匠友之助、はい、フレキシブルグッドイヤーベルト製法を、採用し、シームレスヒールでしたり、セミベベルドウエストっていうウエストをこう絞り込んだ仕様にしていたりという、手の込んだ、匠友次郎に並ぶ、三洋山町のストレートチップの匠シリーズですね。
山陽山町の靴モデル名いろいろついてるんですけど、ラウンド2の、一番3文字目にはローという文字が使われてまして、トモジローでしたり、ユーイチローでしたり、でスクエア2のタイプは、3文字目がスケ、トモノスケでしたり、コウノスケ、コウノスケ、スケが少ないからモデル名が出ないのよソウノスケとかね、あのスケがついているのが、309を使用したスクエア2になりますので、あの店頭とか、まあ、EC 見てもらうとモデル名で一応木型は判断できるように実はなっておりますので、あのその辺も判断材料の一つとして、ラウンド2が良ければローがついているモデルを見ていただければいいと思いますし、シャープなスクエア2が良ければスケがついているモデルを見ていただければ、いいのかなというところで、309のストレートチップに関してはトモノスケが、デザインとしてございます。一番オーソドックスなプレーンなタイプですね。これ以上話すことないです。はい、次。はい、続きまして、3R3010、セミスクエア2のタイプですね。あの2010からスタートしてどういう順番で編集されるかわかんないですけど、どんどん寂しくなっていってる印象ではあるんですけども、あの比較的新しいモデルになりまして、トモヤというモデルですね。あの2文字のモデル名になってまして、ナリっていうヤがつくモデルになってます。で特徴としては、あの、まあ、最初冒頭にお話しさせていただいているラウンド2に近い、全体のバランス、2010に近い全体のバランスで、309、先ほど紹介したスクエアのタイプのに近い頭の見え方ですねっていうのが、特徴になっているので、比較的ちょっとクラシックな印象の靴なのかなというふうに、思ってます。で先ほどの友次郎と友之助との大きな違いの一つとしては、このアイレットですねが末広がり、あ本当だ、になってるのが、特徴でして、まあ、それに合わせてこういうレーススティのステッチなんかもちょっとバランスを整えているような感じなので、まあ、デザインポイントとしても一つ、印象が変わるような、デザインになってるのかなというところです。でこちらのモデルに関しては、今 eWiz の、レザーソールのみの展開になっておりますので、人気が出ればここにどん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 こう増えていく。さっきの友次郎みたいに、はい、増えなければそういうことっていうふうに、なんとなく空気をさせていただければいいのかなというところ。判断しやすくていいですね、はい、で、R3010 の、ともやですね。はい、なので、まあ、一番代表的なモデルにはともという字がついて、友次郎、友之助、ともやの、3モデル、はい、ということで木型別にご紹介はさせていただきましたが、ここがラウンド2のストレートチップ、309スクエア2のストレートチップ、ショートスクエア2のストレートチップというところで、パッと見でこれだけ、デザインバリエーションカラーバリエーションございますので、ストレートチップ欲しいなと思えばすごく選び放題、そうですね、はい、なのかなというところで、まあ、それぞれやっぱ特徴もありますし、やっぱデザインバランスがちょっと違うだけで同じ木型でも若干履き心地は異なるので、やっぱ試してもらった方がいいですね。そうですね、店頭の方でサイズの方も、うん、必ずお測りさせていただいてますので、まあ、それでいろいろ比べていただくと非常に分かると思います。はい、はい、ということで皆さんご存知だとは思うんですけども、山陽山町のストレートチップを改めてご紹介させていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。